日本は災害大国と言われてますが、近年特に災害が激甚化している中で地域防災力の強化というのが緊急の課題になっております。ですからそういう地域防災力をいかに強化するかということと、もう一つはですね、今回新型コロナウイルスの感染拡大ということでまだ収束していませんが、感染症も含めたオールハザード型の危機管理対応力をいかに作っていくかというのが研究です。新型コロナウイルスの感染拡大の中で従来あったです、ね、地域防災契約なども見直しに入っておりまして、例えば避難所、今までは多くの人が避難所に集まってきたわけですけども、新型コロナウイルスの感染拡大によってです、ね、密を避けるということで、いかにじゃあ今後です、ね、避難所をうまく運営していくかということを見直しなんかもです、ね、まさにその研究のテーマになってきています。特に防災というのはです、ね、人の命に関わるテーマですので、それについてですね、やはりしっかりと教えていく中で、まあ、人間力というものでしっかりと持つことにつながっているというふうに思っておりますので、そういうところはやりがいを感じております。間違いなくですね、今後もですね、日本は災害が続いていく中で一人一人のやはり日本人がですね、しっかりとした防災の知識あるいは行動できるような知識を作っていきたいと思っております。防災というのは大学を卒業した後もですね、どんな職業についても必ずですね、つきまとうテーマですし、死ぬまで災害と向き合っていかなきゃいけませんので、やはり社会に出てからもですね、しっかりと防災意識の定着を持ってもらって、日頃からですね、行動してほしいなというふうに思っています。よくお城の好きな人はですね、石垣だとかあるいは建物のことをよく言われるんですが、私はこのお城にまつわる人ですね、これは災害にもつながってくるんですけども、やはりどんな、ね、立派な城でもそこの武将が、まあ、無能だったら簡単に落城します。やはり災害もですね、どんな立派なハードのものを作ってもやはりそこのリーダーの状況判断によってはですね、やはり人災になることもあるわけですから、やはり私はこのお城の魅力というのはその人を注目しています。